さあやっていきましょう。マップは永眠町ということでね、お相手の編成は昆虫学者、小説家、炭鉱者、空軍となっております。これは傲慢かな、傲慢興奮でいきましょうか。よし、久しぶりの傲慢興奮ということでやっていきましょう。まあ久しぶりでもないか。ちょっと最近ね、上下ばっか使ってたんで、ちょっと傲慢興奮を久しぶりに使うから、まあしっかりね使いこなしていきたいと思います。さあ初手は昆虫学者とかかな、狙い時は。さあ対戦よろしくお願いいたします。ここはそうですね、ここにショットワープしてしまいましょうか。ちょっと担当者、まあまあまあOK、 しっかり読み勝っていく。まあ興奮なんでね、クグに興奮を吐きたいっていうよりも、まあとりあえずファーストチェイスを終わらせることがまずは大事だと思っていますので、磁石を無効化しながら一撃与えられるようになりたいなと思っております。これは磁石使ってくれるんじゃない。ダメか。傲慢溜まったんで、傲慢で距離詰めながらですかね。いやーフライホイール強いな。オッケー。さあしっかり地下でダウンを取ることができた。まあただ空軍のね銃もあるんで、まあそこら辺しっかりケアしていきたいところ。磁石1個無駄にしてくれたのめっちゃでかいな。オッケー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 。これで磁石もうないはずなんで、あとは空軍、まあ救助に来ると思うけど、それ銃しっかりね救助前に使わせた方がいいですね。てかあれ回復速くない、回復本当に速くない最近。あれ、ああなるほど。オッケーオッケーオッケー。でこういう救助だったら全然ありですね。さあダブルダウン取るために、え小説家どこにいるの。奥だね。オッケーオッケー。ダウン場所しっかり覚えておきましょう。まあ、多分小説家が救助に来ると思うんで、これはまあパパッと地下に釣っちゃって炭鉱者を、釣りに戻りますか。暗号機入れてる暗号機も特にないんでね。これダメージ与えられない、さすがに無理。ここ一撃くれるんだ。ああなるほどね。まあダウン取ってしまいましょう。タゲ変えてもいいな、これこうなったらタゲ変えてしまいましょうか。ちょっとどこにいるか分かんないんでね、多分空軍と立て直しをするはずなので、ここはタゲを変えてボロを使わせてしまいましょう。まあ救助金もね多分できると思うんで、地下なんで。まだ回してんな、回してるなら。多分間に合う。オッケー。さあしっかりと揺れを確認しているのを、揺れをねしっかりと確認しておいて、まあ飛ぶことができましたね。これはしっかりダウンを取れたので、さあ次空軍ですね。空軍ここにいるので、まあ、空軍もババッとダウン取れるといいなというところ。ん、傘反応しない、ちょっと奥すぎたか。
まあね、ライド機ではあるんでね、空軍も。ここの板は壊しておいて損はないので壊しておきましょう。残っておくとね、後々めんどくさいんでね、あそこの板は。通電後が。ちょっとめんどくさいので。タケチェンかな。小説家は嫌だ。小説家は嫌だな。追うなら昆虫ですかね。まあ虫使わせつつっていう感じでしょうか。え？探偵虫に吸われちゃった。これがあるからな、昆虫学者強いんよな。3、4、5ということで、さあ一撃、あ、負荷かけれてるので、ワープミスだ、もったいない。いやー、このワープミス相当痛いな。ただ空軍飛び角にしておきたいので空軍追っていくんですが、ワープミスもったいないな。まあ3通は確定ですかね、こうなってくると。墓の方面のベル当てて、まあまだ多分まだ通電はしないはず。することはできそう。うん、釣りは可能ですね。まあ墓に捨ててしまいましょうか。ワンチャン給食にもあるんでね。いや、空軍だからないか。いや、休魂で救助させないっていう立ち回りができるかなと思ったんですが、いやー、うまいね。だからこれは多分急根で追いつく。OK。 10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。ハッチはある？ないよな。追いかけて、まあベルもあるんで、OK。 対戦ありがとうございました。いや、興奮でね、しっかりと、昆虫学者を、あ、小説家をね、向こうからできた、いい試合だったんじゃないかなと思います。さあ、対戦ありがとうございました。さあ、マップは、月の海公園ですね。お相手の編成は、祭祀担当者極儀衛士オフェンスとなっております。これはどうしようかな。傲慢興奮かな。傲慢興奮でいきましょう。さあ、対戦よろしくお願いいたします。祭祀ですね。狙い目は祭祀または担当者ということで、対戦よろしくお願いいたします。これは中かな、2階建て中で。この人たちさっきも当たったんですよね。 OK。 担当者にしっかり一撃。さっきはね、4通電でうまく勝つことができたんですが、やっぱりね、4パー強かったんで、ここはね、油断しないで戦っていきたいところ。さあ、ただ興奮というね、手の内を見せられて見ているので、ここは受け方しっかりしましょう。OK。 しっかりとね、こっちの方、抜き方ですね、画面の抜き方意識することで、フライホイール使われないっていう時もあるので、
まあ、画面のね傾け方しっかりするといいと思います。さあ祭祀、入れ替わってせかしちゃいましょうか。祭祀ですので、ただ位置関係がいいな。OK、まあ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 、ベルは絶対に当てる。そうですね、さっきの試合もそうだったんですが、ベルが下手くそ。もうちょっと丁寧に言うと、ベル打つだけでだいぶ変わった。ベルは丁寧に打ちましょう。ベル外すんだったら白黒無常使う意味ないですからね、っていうぐらいの意気込みでね戦っていきたいです。OK、 しっかり回復機からも離せてる。オフェンス目視できた。あと57秒か、いいか。はい、しっかり言ってる間に、あ、でかっ、ダブルダウンでかい。言ってる間にね、ベル外すのは本当にダメ。 OK、OK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 。 オフェンスの場所もあらかた分かるんじゃないか。タックルして暗号機によって祭祀に回復をもらいに行くって言ってはずなはず。だよね、回復もらってるよね。そうだよね、オフェンスを追うか祭祀を追うかですね。ここは祭祀を追いましょうか。足んないよな。オッケー、しっかり最大射程、真ん中は壊して追っていきますか。いや、興奮ね、使っても意味ないんだよな、ここで。これいいよ。OK、 しっかりダウンの取れる場所で興奮を使うことによって、まあ、しっかりダウンを取っていくと。 OKOK、 いや、試合展開はめちゃめちゃいい。ただ地下がないからな。地下があればさらに良かったんですが、さっき耳鳴りしてたな。曲芸師橋上回してたからこっちから来るんじゃない。まあ、ただ救助狩りはできなさそうですね。まあ、チェイス伸びるのも嫌なんで、ここは即トンネルしますが、奇襲かけたいな。この真ん中どうしても守りたいんですよね。いい音してるな。 OK、 OK、 さあダウンしっかり取って、これダウン取れなさそうだったらもう戻りましょうか。オッケー、これは対戦ありがとうございましたですかね。どうやろう、まあさすがに起き上がる前に、あ、起き上がるか。まあただ、さすがに間に合わないでしょう。オッケー、対戦ありがとうございました。